になってレフトへの当たりです。グラシアルが見上げた。マリーンズの反撃は6回の表ワンアウトからマーティンの今シーズン第1号のソロホームランです。どうだ、センターへ。マーティンは確信しながら一塁へ歩く。ボールはバックスクリーン直撃。マーティン今シーズン第2号のソロホームラン。内定の強い打球は、ね、ビッグフライグッバイ入りました。マーティン第3号ライトスタンド。もともと引っ張りなんですけど、それがちょっと強く見えるんで。打球はライトへ、マーティンスタンドまで届きました。マーティンのスリーランホームラン、逆転。どうだ、右中間センターの前で運ぶ。荻野は三塁を回る。ボールはセンターから中継カットホームイン。マーティンタイムリーで勝ち越し。2対1、取られたらすぐ取り返しました。捉えたか、ライトへ高々と上がる。イエス、マーティン今シーズン第5号のソロホームラン、2試合連続。ここで欲しかった追加点、マーティンに生まれました。ボール2、捉えて弾丸ライナー、糸を引くような打球がライトスタンドに突き刺さりました。最後登録されたという今日のゲームです。これも捉えて2打席連発、確信しました。マーティン2打席連続、またもライトスタンド。今度は大きな放物線を千葉の空に描いてのホームランでした。森は外か、引っ張って3本目。今度は打球はライトの右、破っていきました。マーティンは2塁へ向かいます。ツーベース。中村と打順は続いていきます。外のボール打って、さあ左中間だ、真ん中どうかな、抜けていくか、フェンスに当たる。小木の三塁キャンバー滑ってホームに帰ってくる。マーティンはセカンドへ到達。前に来ていません。おっと、アイディア使う。加藤どうだ、一塁セーフです。ここで繋いできたマーティン、これもできるんだと。セーフティーバント技あり、小技を見せてノーアウト三塁一塁。打球はライトへ、ライナー性フェンスダイレクト。荻野は三塁を回ったところで止まります。強い打球ライト前、二塁ランナー荻野は三塁で止まります。打球は右中間へ伸びていく。高く上がった打球は見送った。マーティンツーランホームラン。高々と上がった打球は右中間スタンド、豪快に持っていきました。マーティン、打球はセンターの前。マーティン打ち返した打球は強い打球、センターの右。マーティンは一気に二塁を狙う。どうだ、セーフ。捉えた、リーグトップ9本目。ライトを越えようか、打球だ。今日も行ったのか、マーティン1試合連続のホームランです。先制のツーランホームラン、第10号2桁ホームラン到達。自身3年連続の2桁ホームランです。2点を先制は千葉ロッテマリーンズ。